戦力で赤の動乱を退けた。それで分かったろ。あん、その方が大事かな。新しいものを見つけられたら、それが一番の幸せ。立派な心構えだな。俺の一番の幸せといえば、自宅でゆっくり飲む一杯だ。嘘じゃない。機械こっち向いただろ。飛ばされたの。今は放送法。
照度の光であった発掘屋だな。何か話し込んでるような鎧を用意しないとな。本当にやれるんだろうな。おいおいキャルフ、分かってるだろ、俺の品はいつだって完璧だって。メリディアンと私の商売の救世主様がいらっしゃったぞ。ナレンド、挨拶しろ。いや、会えて嬉しい。いいか、この人がいなければ私が今ここにいることもなかったろう。まさかテナークスが階段であのような行為に及ぶとは。だが照度の光の住民はあんたに感謝してる。ここがお前の活動拠点ってことか。西部の品の取引ならここがどこよりもおすすめだぞ。すぐに他の品物も扱うようになる。禁断の地だった西部がついに門戸を開いたのだ。いいか、私たちの作る鎧はものすごく頑丈で、しかも高性能で、生き残る可能性を高められると言ったな。そういう鎧ならちょっと見てみたいな。そう言うと思っていたよ。実はエリスグリのアサリアたちに素材を探してもらっているんだ。その鎧のためにな。それぞれに鎧を作ってもらい、一番いい品をあんたみたいな人に売る、そういう寸法さ。なるほど。それじゃあ私は失礼するよ。チェーンスクレープでやることがあるのでな。何かあればラレンドに聞いてくれ。出来上がりを楽しみにしてるぞ、ラレンド。任せろ、他の連中はすぐ蹴散らしてやるさ。お願いだ、助けてくれ。一体何の話だ。鎧だよ。いろんな方作ったんだがうまくできないんだ。なんとか他の連中よりも出来のいい鎧を作らないとシャードの報酬がもらえないんだよ。ケルフに選ばれれば報酬がもらえるのか。その通り。設計は完璧なんだが必要な部品が足りないんだ。てなわけであんた、俺の仕事を請け負ってくれないかい。何を探せばいい。シェルウォーカーの資源箱だ。あの装甲板は耐久性が高くて鎧に最適なはず、間違いない。それなら手伝いそうだ。ああ、そりゃ助かるよ。この近くに群れがいるんだ。この契約書に必要なことは全て書いてある。機械を倒してくれれば資源箱の回収はこっちでやるよ。後でしっかり目を通しておくようにするよ。またな。頼んだよ、アーロイ。行く前に契約書を読んでおいた方がいいな。
息を潜めて次に手を考えよう。背中に容器をつけてるのか。